こんにちは、トイラボです。今回は2023年9月に発売したカーズトミカライトニングマックインデー2023特別仕様について見ていきたいと思います。ライトニングマックイン、ボディカラーは今回のマックインデー専用のカラーリングとなっており、少し濃いめのメタリックブルーとなっています。側面にはマックインのゼッケン95番と水色の雷マークが入っています。ホイールもメタリックブルーで塗装してあり、タイヤにはライトイヤーの文字が印刷されています。テールランプは通常版と異なり、光っているかのようなデザインですね。上から見るとメタリックの粒子がキラキラして綺麗ですね。アクションはサスペンションとなっています。メーター、メーターもマックインと同じカラーリングになっています。メタリックブルーが綺麗ですね。今回のメーターはボンネットがちゃんと閉まっていますね。ドア部分にはマックインデーのロゴが印刷されています。こちらもホイールはメタリックブルーでかっこいいですね。上から見るとこんな感じです。アクションはサスペンションとなっています。いかがだったでしょうか。今年のマックインデー仕様は綺麗なメタリックブルーでしたね。今までカーズトミカはほとんど買ったことなかったですが、出来も良くてなかなか良いですね。ご視聴ありがとうございました。高評価、チャンネル登録、よろしくお願いします。